巨大な市場の地下食堂で食べる体に優しいカルグクス。地下鉄1号線チェギドン駅からチョンニャンニ駅にかけて広がる大きな市場。新鮮な肉と魚と野菜と人が集まって活気にあふれている。おいしい素材と人が集まる市場にはおいしい食堂がある。私はおいしい庶民の味を食べたい。迷路のような市場の真ん中の階段から下に降りると、両側にずらりと韓国の南西部チョンラナムド特産のガンギエーばかり。そこを抜けると昔ながらの小さな食堂街がある。ここはキョンサンブクとアンドンシ式の手打ちカルグクスのお店。カルグクスを頼むと生の白菜が出てきた。刻みニンニク、唐辛子、天醤味噌にキムチ。雑穀ご飯。柔らかく煮えた白菜が入っているのが珍しい。まずはスープの味を。すっきりおいしい煮干しだし。卓上のヤンニョムタレをかけて、麺が細い、そして形がしっかりしている。この麺は 40% が大豆の粉だから少し変わった食感。昔は小麦粉が貴重だったので、大豆の粉を混ぜて麺を作るようになったらしい。何でもないようなこの白菜がいい味出してる。みずみずしい白菜にもっちり雑穀ご飯、深い旨味の天醤、ニンニク、たったこれだけですごく美味しい。しかも健康的。白菜はおかわり自由。麺は作業場で毎日手作りしているそう。お客さんがたくさん来るので新しく客席を増やした。
맛있어요. 이름 그거 같아요. 아니요, 아니요. 네, 네. 제가 먹던 칼국수랑 다르네요. この包みご飯、なんでこんなに美味しいんだろう。この天ちゃん味噌がいい味出してるし、雑穀の風味も癖になる。ここの地下食堂はビビンバとかクッパとか、簡単だけど健康的で美味しい昔ながらのご飯が食べられるのがいい。市場はやっぱり賑やかで、いろんな音と匂いに満ちている。ゆでとうもろこしの甘い匂い。油屋さんのごまがはぜる音と香ばしい香り。小道には古い民家、昔も今も続く暮らしの営みが市場にはある。